Semiyoke sensei no ippon tetsugeku. はい、ごきげんよう諸君。住岡先生、哲学の結論って何？そんなものないよ。ああだこうだと無責任に独断を語って人を騙す政治家や知恵者は多いが、哲学者はああかもこうかもと様々な仮説を考え続けて、結局何のことやらわからない。いや、そう簡単にはわからないということがよくわかるようになるんだ。それって何のこと？犬の散歩のようなものかな。家の周りをぐるっと回ってくるだけ。でも無駄でもない。気分も晴れるし、近所のこともよく知れる。健全な理性は人生の番犬だよ。モンテーニュもカントも本を何度も書き直している。とりあえず考えを本にして、それに対する意見を参考にまた考え直す。永遠にその繰り返しだ。つまり哲学は我々に対する問いかけであって、我々はそれに対し自分で答えないといけない。群れて一面的な妄想に甘んじている連中は悪夢にうなされる洞窟の亡霊たちのようなもの。生意気だ、不謹慎だと罵られようと、きちんと生きるためには常識を疑い、多面的で複雑な真相の全体を理解しないといけないんだ。先生はどう思う？みんな結論を急ぎすぎではないかな。でも間違いではより悪いことになる。もっと慎重に哲学しようよ。住岡先生、よくわかったわ。ありがとう。